クルーの西岡優馬です。クルーの土屋秀虎です。2324モデルの X シリーズ AX について紹介していきたいと思います。この板はハードフレックスとなっており、ウエスト幅が細くなっていて、サイドカーブが急になっていることでターンがしやすく、速度域の上げたトリックでも安定して行うことができます。ウエスト幅が細くなったおかげで切れ長を出しやすくなっております。ハードフレックスのため、点で弾ければしっかりと高さも出せるモデルとなっております。今 AF の51乗ってるんですけど、張りはやっぱこっちの方がありますし、あの飛び系とか特にあの違い感じたのがアンディだったんですけど、アンディは結構高く飛べましたし、あの弾きも安定してたんで、はい、ちょっと弾きに関してはこっちの方がいいのかなっていうのが感想ですね。トーションもすごい硬いわけじゃないので、あのトーションもしっかり使って、あの曽根だったりそういった乗りもできたんで、はい、よかったなと思います。フレックスバランスも自分的にはちょうどよくて、めちゃめちゃいい板だなと思いました。一気に反発くるのが好きで、ちょっとこの板にしようかなって思ってます。 B ドライブとかがやっぱ有効位置ちょっと長いかなって、ちょっと引っかかりがあるかなぐらいですけど、慣れれば別にそうでもないかなとは思ってます。もともとリミテッド乗ってたんですけど、それよりも操作しやすくてすごい乗りやすい板だと感じました。急な斜面でなおかつあのボコボコで硬い場、ちょっと安定性に欠けるかなっていう感じがしたんで、フリーランやる人とかにはちょっとあまり向かないかなっていう気がしました。弾くタイミングわからないとか、弾くのが苦手だなっていう人とかはこれ使ってみるとすごいやりやすくなるかなと思います。